様こんにちは、なりわでございます。本日はカルディさんで購入してきたものとか、そしてあとこちらはサンドラックさんで購入してきたものをご紹介していきたいと思います。では早速まずカルディさんの、購入してきたものでございますね。3点ばかりでございますね。まずこちらでございますね。こちら美味しいアレンジレシピ、あ、これ違うこれを使っての使い方ですね。チョコレートマシュマロを購入してきました。本当はねいちごタイプが欲しかったんですが、この中がストロベリーのながマシュマロの中にストロベリーが入っているのが欲しかったんですが、こちらしかなくて、今回はこちらのね、チョコレート入りの、マシュマロを購入してきました。美味しいレシピアレンジっていうのが載っておりまして、こちらがドリンクはコーヒー以外にもココアやホットミルクでも美味しくいただけますということですね。こちらいただくときですね、例えばグラノーラにもトッピングはできるんだそうですね。こちらに書いておりますね。それとトーストにトッピング、これはよく聞きますよね。トーストにトッピング、こう全部並べちゃうんですね、こう上にね。それから、熱々のコーヒーにぐるっと混ぜてちょっぴり甘いラテ風に、あ、ミルクの代わりでしょうかね。そんな感じで使うんだと思うんですが、ちょっとね開封していきたいと思いますね。あー硬い、よいしょ。これ一個一個ね、こんな風に個別包装になっておりますね。はい、中のマシュマロはこんな感じでございますね。で、このマシュマロの中に、チョコレートが入っております。多分、ちょっといただいてみたいと思いますね。失礼いたします。すいません、ちょっと噛み跡で失礼いたします。こんな感じで、真ん中にチョコが結構たくさん入っておりますね。なのでマシュマロのこの弾力のある歯ごたえの後に、チョコレートがねふわーっとこう混ざって、とても美味しいですね。だけれどあんまりこれ甘くないですね。多分これね焼いて食べるととろりと溶けて中のチョコが美味しいんではないかなと思っているんですが、それとさっきお見せしたようにトーストの上になんかもいいかもしれないですね。では次のものを紹介いたします。愛も変わりませずまだありましたので、こちらのハーバルメッレのオレンジミントハニーキャンディ、こちらが私今ねハマり中でございます。大好きなキャンディですね。こちらイタリア製でございまして、このパッケージの形なんですが、イタリアのねお薬をね入れる壺のデザインだそうでございますよ。パッケージがとっても可愛いですよね。それから最後にカルディさんで購入してきたものは、ピンクソルトでございますね。これはそのまんま多分ねこうグリグリ引いて使えるものだと思うんですが、あ、これはちょっと、あ、そうですね、そしてこれをケースになってるのかな、違うのかな、これ、あ、まだ、ちゃんとはまってないんでしょうかね。これどうなってるんだろう、よくわかる、やり方がよくわからない、くるくる回るだけで、空回りしておりますけれど、これどうするんだろう、ん、こちらに入れるんでしょうかね。そして、説明が何もない、ちょっと待ってください、しまいに壊してしまいそうです。ああ、わかりましたキャップがついてたんですね。そうだったんですね。で、そして、そしてあとどうなるのかな、これ。なるほど。これを
反対、ん？え、どうなるの？これどうするの？どうするんだろう？もしかしたら、もしかしたらですが、こちらの蓋の中に、ちょっとだけ入れてみますね。ソルトをここに入れて、で、引けないよね。これじゃ引けないよね。どうする？これは関係ないのかしら。私はこれをカリカリとこう引いて使うと思ってたんですが、空回りしますし、この上の部分もくるくる回るだけで全然、ん？反対回しだったんでしょうかね、もしかしたら。いや、どちらに回しても同じですよね。わからない。皆様どなたか、こちらの使い方をご存知の方教えてくださいませ、ね、よくわかりません。このまんま使ってもいいんですが、これじゃちょっとね大きすぎますよね。ちょっと待ちください。調べてみましょう。こちらのキャップを、あ、そうですね、外していただいて、でこちらを、まあ、ちょっと待ってください、ちょっとお塩が出てきましたね。こんな風に下に向けて、それでくるくると回せば、ちょっとキャップをしてから回しますね。お塩が出てくるので、お料理にねかけるときは下のこのキャップを外してから下に向けて、それでこんな風にね、ちょっと待ってくださいあんまり下に向けすぎてもいっぱい出すぎてあれなんでしょうかね。どうだろう。あら、あ、そうですね、こんな感じでお料理に向けて、こうやってねミルで振りかけていったらいいと思いますね。わあ、すごいピンクソルトって結構なんでしょう、舐めた時にちょっと甘い感じがするんですよね。なので私時々ねこちらを購入してお肉だったりとかお料理にちょこっと使ったりしますけれど、結構これが長く持つんですね。なのでまあ当分あると思いますね、こちらね。なのでまあこちらはね、岩塩が一応細かく砕いてはあるんですが、それでもね、なかなかお料理にこれを使おうと思いますと結構ね日持ちがしますね。長い期間使えます。なのでこうやってね、普段はこのキャップを外して、でお料理に向かってこうやってくるくるっとねミルを回していただければこんな風にね音がガリガリってします。結構これ、最初はねきついですね。なかなかうまくいかないですよね。そうやってお塩をね振りかけていただけたらいいかなと思いまして、久々にちょっとね、こちらのピンクソルトを購入してまい、りました。そしてあとはこちらのキャップを、あ、そうですね、外していただいて、でこちらを、まあ、ちょっと待ってください、ちょっとお塩が出てきましたね。こんな風に下に向けて、それでくるくると回せば、ちょっとキャップをしてから回しますね。お塩が出てくるので、お料理にねかけるときは下のこのキャップを外してから下に向けて、それでこんな風にね、ちょっと待ってくださいあんまり下に向けすぎてもいっぱい出すぎてあれなんでしょうかね。どうだろう。あら、あ、そうですね、こんな感じでお料理に向けて、こうやってねミルで振りかけていったらいいと思いますね。わーすごいピンクソルトって結構何でしょう、舐めた時にちょっと甘い感じがするんですよね。なので私時々ねこちらを購入してお肉だったりとかお料理にちょこっと使ったりしますけれど、結構これが長く持つんですね。なのでまあ当分あると思いますね、こちらね。なのでまあこちらはね、岩塩が一応細かく砕いてはあるんですが、それでもね、
なかなかお料理にこれを使おうと思いますと結構ね日持ちがしますね。長い期間使えます。なのでこうやってね、普段はこのキャップを外して、でお料理に向かってこうやってくるくるっとねミルを回していただければこんな風にね音がガリガリってします。結構これ、最初はねきついですね。なかなかうまくいかないですよね。そうやってお塩をね振りかけていただけたらいいかなと思いまして、久々にちょっとね、こちらのピンクソルトを購入してまい、りました。そしてあとはサンドラックさんで、こちらうたまろクリーナーを購入してまいりました。よくうたまろ石鹸は聞いたことがあるんですが、うたまろクリーナーっていうのは初めて知りました。こちらですね、たまたま、床磨きの洗剤を探しておりました時に何でしょう、水拭きを最初しまして、そればっかりやっていると床がちょっとねツヤが光沢がなくなってくるので、次ワックスのついたね、モップでこう拭いているんですけれど、そうしましてもきれいに汚れが落ちていないとワックスをかけた時に床にね汚れがね浮いていて、いくらお掃除をしてもねワックスがかかってるんで、なかなか取れないんですよね。なのでちょっとこちらをね評判だったのでちょっと試してみようかなと思いまして、こちらを購入してまいりました。こちらはですね、ちょっとね字がちっちゃくて薄くて見えないので失礼いたしますね。こちら手と環境に優しいアミノ酸系の洗浄成分ということでございますね。でこちらは爽やかなグリーンハーブの香りということで、素手でも使える、失礼いたしました。素手でも使えて、マスクもいらない、便利なクリーナーですということですね。すごい油汚れ、水垢、そして油垢、手垢もしっかり落としますということで、なのでこちらお台所、そして、いろんな家具類とか床だったりお風呂場だったりいろんなところに使えるようでございますね。これ1本あるととっても便利ですよね。よく浴槽には浴槽用のね、洗剤を揃えたりとか、ね、お台所のキッチンだったらキッチンの何でしょう、シンクの中なんかはまた違ったものをね揃えたりしないといけないんですが、こちらだったらねもうこれ1本あればオールマイティに使えるということでしょうかね。なのでちょっとね使ってみたいと思います。でまた使い心地の方またご報告をしたいと思いますね。こちらはですね、お値段の方が、失礼いたしました。こちらはですね、税抜きで458円でございました。こちらのうたまろクリーナーですね、こちらは税抜きの458円でございました。それとね、私いつも購入するんですが、こちらですね、こちらは、近所のスーパーで買ってきました。はい、大好きなバッカスのチョコでございますね。今回は2個購入してまいりました。ということで本日はちょっとねいろいろ購入してきたもののご紹介でございました。なりわでございました。では。